実際に会ってみて、血のつながっていることが確かに実感できる。我が娘であるということが直感で完全にな。ということはつまり、お前も意識のある時なら、この私に同じことを感じるということだ。トリシ、私を脅かす落とし穴は塞がねばならない。今この血の流れを断ち切る。トリシ、何？ジョルノだ。ジョルノのゴールドエクスペリエンスの能力、亀の細胞をブローチに植え付けて生命を与えたのだ。だからスタンド能力を持つ亀が生み出された。通話が途切れたので危機を感じて発言させたのだ。あいつは俺にいつも勇気を与えてくれる。もう動けないと思ったが、まだだ、まだあと少し動かなくてはならない。任務は終わっただと。ボス、違うぜ、まだ続いている。トリッシュは俺自身の命令で護衛する。どんな攻撃だろうが読まれてしまい、そしてかわされたことさえ認識できないとしたなら、それは何者をも超えた無敵の能力だ。だがしかし、この能力、動きが読めるのはそんなに長い時間ではない。少しの時間だけだ。5秒か10秒程度といったところか。距離だ。今はとりあえず距離を取るんだ。ボスがトリッシュに追いつけない距離を。俺の体、動いてくれ。ジョルノがくれたこのチャンスを、せめてこの地下から脱出するまで。裏切り者はもう一人いたのか。新入りだな。情報では名前は確かジョルノ・ジョバーナだったか。最初から裏切るつもりで我が組織に入団してきたわけか。距離を取れば逃げられると考えたらしいが、一瞬早く亀から出ることはたやすいこと。無意味な行為だったな、ブチャラティ。精神力なのか。なぜ動ける。そのまま休んでいれば一階には行けないが、あの世には楽に行けるぞ。まずトリッシュを始末せ。動くなよ、ブチャラティ。ジョルノがくれたチャンスは無意味ではない。動きを予想するというのなら、俺もすでに読んでいたぜ。あんたが下水管に落ちるより早く能力で脱出するだろうことはな。今だ、スキーフィンガー、剣で決めるぞ。危なかった。だがキングクリムゾンの世界では無意味な行為であることに変わりなかったな。くらえ、ここまでだ。攻撃しようとしたのはあんたではない、この柱だ。閉じろ、ジッパー。何故。やはりあんたの能力無敵だが、動きを読めるのは短い時間だけらしい。先を読んでいない。時間の先を。俺の未来の動きを読んでみろ、ボス。これから数秒後の俺がどう行動するか、時間の先を見てみるがいい。すでに1階に登ってる俺が見えるはずだ。